ハテナブロックだけで、飛べ。今日もツイッターで見つけたコースで遊ぶんだぜ。ピヨヨヨヨン。なるほど、ハテナブロックのところでうまくジャンプしていくと、当たらないで進めるんだね。あ、遅くなりました。礼儀正しいゆっくりヨウムちゃんだよ。ハテナブロック以外のところで釣られてジャンプしないようにすればいいんだな。遅くなってすいません、マリサだぜ。私は、皆さんにご挨拶する前にもう終わっちゃってたよ。短いコースだったけど、気持ちよくプレイできたんだぜ。こういうコース、大好きです。お次は、みんなお待ちかね、朝川さんの全自動コースだよ。半自動もあって、2回楽しめるみたいだね。まずはおなじみバネで弾かれて開始ですね。どこからともなく飛んできたメットで目にも止まらぬ速さで動き回ってるんだぜ。その後は少しまったり待ち時間があるんだね。また出てきたメットに乗って、次のエリアに運ばれていくよ。メットに乗ったまま左右のバネにぶつかって現在地がどこだかわからなくなってしまうな。ずっと同じところを行ったり来たりしてるように見えるけど、微妙にずれていってるんだね。お次は、青と黒のリフトで上に運ばれてからの、また出てきたメットに乗って左右に脳みそを振られてからの、ゴールデンマリオのアミーボになってバネの間を駆け上っていくからの、コンベアに乗ってタイミングを微妙に調整されてからの、ゴール。全自動コース職人朝川さん、相変わらずのテクニックですね。どうやったら作れるのか、教えてください。お次は、半自動の方をやっていきますよ。いきなり話が変わるけど、今度 3DS でマリオメーカーが出るらしいよ。お、マジか？それはすごい楽しみだな。私もすごく楽しみで思わずツイートしちゃったんだけど、どうやら 3DS 版にはいくつか問題もあるみたいだよ。まずね、作ったコースをネットに上げることができないっていうのが一番大きい問題かな。マジかりか？それってマリオメーカーの面白さの大部分を占めてないんじゃないのか。すれ違い通信やローカル通信で送ることはできるみたいなんだけど、それじゃかなり制限があるよね。あと、キャラマリオも使うことができないみたいだよ。だから、コース制作も EU と比べると制限がかかっちゃうよね。なるほど、それじゃあ私は少し様子見かな。バージョンアップとかで、せめてコース投稿だけでも同じようにできるようになればいいんだけどね。あ、霊夢、マリサ、実況忘れてるよ。朝川さんの次回作、今から楽しみにしています。でっていうとか使ったのだといいな。初心者できるかな？スピードラン。自称中級者だし、一発でクリアしてやりたいね。まずは、パウ投げからスタートだね。浮き輪でジャンプして、上の段に進みます。その後は、立てばいいんでさらに上に上がるよ。お、ここ気持ちいいよ。あ、うまくジャンプして、この間を通っていかないといけないんだな。結構タイムロスしちゃったけど、間に合うのかな？ここは横ばいいんで連続で弾かれて、気持ちよく降りていくんだね。お、下を取って、効果が切れる前にトゲのエリアを抜けていけばいいんだな。結構長そうだから、ミスしちゃうときつそうだよね。お、その後はまたコンベアだね。難しいスピランになると、コンベアにドッスンやパックンのおまけがついてくるけど、さすがにこのレベルのスピランではなさそうだな。ここは、三段ジャンプじゃなくても良さそうだから、ちゃんとコインに従っていけばいいんだね。霊夢、このコースはどうだった？難しいスピランばっかりだと疲れちゃうから、たまには、このくらいのをやるのも楽しいね。次の動画は水曜日の予定です。皆さん、またねー。